皆さん、プリヴィエット、こんにちは、ナシチャーです。元気ですか？今日はまた食べ物について話したいと思います。で、前は食べれない日本の食べ物とかについて話したことあるし、よかったらこの動画見てください。あと、スキーでロシアとかで買えない日本の食べ物について話したことあるし、よかったらこの動画見てください。はい、で、今日は日本に来てびっくりした食べ物を紹介したいと思います。皆さんは海外に行ってなんかびっくりした食べ物がありますでしょうか？なんか日本で食べれないけど、なんか海外で食べれて、まあわからない、行った国とかでそういうものがあるのかな、あればコメントで書いてくださいね。で、私はあります。日本に来てちょっとびっくりしたことがありますね。まあびっくりしたことというか、びっくりした食べ物ですね。なぜかというと、まあロシアでね、そういうものがないので、で、日本に行く前になんかいろんな料理知ってたんですけど、まあ焼きそばとかラーメンとかね。でも意外になんか知らない料理がありましたね。で、今日はそういう料理を紹介したいと思います。早速始めましょう。で、一つ目はラーメンですが、でも普通のラーメンじゃないんですね。はい、まあもちろんなんかラーメンね、そういう料理があると知ってたんですけど、まあオラジュストクにもね、ラーメン屋さんがあって、まあそこでね食べたんですけど、日本に来て初めて焼きラーメンを食べました。皆さん、焼きラーメン食べたことありますか？なんかね、高田のぼばか忘れたか、まあその辺でなんかいろんなラーメン屋さんがあるんじゃないですか。で、そこでなんか焼きラーメン屋さんがあって、そこで初めて焼きラーメン食べました。面白いんですよ。もう本当にめちゃくちゃ美味しいです。まあすごく油っぽいんですけど、でもとてもうまいです。そう、日本に来る前に全然ね、そういう焼きラーメンとかね、もうあると知らなかったんですね。次は本当に珍しいものですよ。なんか日本は生のね、食べ物が多いんですね。その中で馬刺し、そう、馬刺しね、びっくりしました ね。なんか生で馬を食べてもいいのって思いました。なんか魚だったら、なんだろう、まあ普通かなって思いましたけど、でもなんか生でね、馬とか食べるのはすごい、なんだろう、びっくりしました。そう、なんかロシアでもなんか南の方に馬からのなんかソーセージとか、まあ、馬の肉ねからのソーセージとか作る人がいますね。まあ普通にありますね。でも生で食べていいということをなんか全然想像もしなかったんですね。で、日本に来て食べてみて、もう本当に美味しかったんですよ。なんか初めて馬刺しを頼んだ時に、なんだろう、美味しいかなちょっと迷ってたんですけど、食べてみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。で、皆さんそれ食べたことあるかどうかわからないですけど、生のヤギの肉食べたことありますか？そう、それもびっくりしましたね。ヤギのね、生肉もあるんですね。沖縄で食べました。そう、なんか沖縄でなんかすごく小さなお店があって、そこでおばあちゃん一人で全部やっていて、でもお客さんがめちゃくちゃいっぱいでした。そう、私はそこに行った時に多分40分とか1時間とかね待ってたんですよ。もうなんか出ようと思ったんですけど、でもやっとなんか来ましたね、ヤギの生肉。なんかちょっと不思議な感じですね。はい、皆さん食べたことありますか？で、次はまた生肉なんですけど、鶏の生肉ってなんかね、もう想像もできなかったんですね。もう、まあ、なんだろう、子供の頃からもちろん鶏肉とか食べたんですけど、まあ、焼いたね、茹でたとか鶏肉とか焼いた鶏肉とか食べたんですけど、生肉ね、なんかすっごくびっくりしました。鶏肉をね、生で食べるのを全然想像もしなかったし、なんかそれについて考えたこともないんですね、日本に来る前に。でも日本では普通にありますね。今は禁止されてるかどうかわからないんですけど、私は3年前ね、日本に来た時に食べてみたんですよ。とても美味しかったんです。びっくりしました。ロシアでね、全然生肉食べないんですね。まあ、生魚とか最近あるんですけど、生肉はね、あります。あ、でもそれは生じゃないんですけど、牛肉がありますけど、でもその牛肉は生に見えるんですけど、実はなんとか漬けしています。味付けとか、まあなんかねやっています。生じゃない、完全に生じゃないんですね。で、次はシラスです。そう、シラスも日本に来て食べてみました、初めて。そう、なんかロシアでシラス見たことないんですね。で、なんでびっくりしたかというと、なんだろうね、ロシアではそういうなんか小さい魚を食べないんですね。見たことないんですね。あとね、初めてシラス見た時になんかすごく
シラスの目を気にしてたんですよ。なぜかというと、なんかね、食べ物に目がついてるとなんか落ち着かないんですね。自分を見てるって感じになります。でも、まあその後はもう慣れてすごくシラスを好きになりました。はい、とても美味しいです。なんかね、ご飯にのせて食べるのはめちゃくちゃ美味しいんですよね。はい、そして次は海ぶどうです。そう、海ぶどうは初めて沖縄で食べてみました。とても美味しかったんですよ。そして本当にね、ぶどうに似ていますね。なんか小さいぶどうですね。名前が合いますね。で、実はロシアでも海藻を食べれますけど、でもなんか海ぶどうというね、海藻を初めて見ました。なんだろう、これ食べてもいいのってなんか感じだったんですけど、一番最初にでも食べてみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。そう、お土産としてもたくさん持ってきました、沖縄から。はあ、懐かしいね。結構前の話なんですけど、3年前かな。うん、また沖縄行きたいんです。あと次なんですけど、生白子です。そう、でも白子自体はなんかロシアでも普通に食べれます。普通にやります。私もね、よく食べました。子供の頃はなんかお母さんよく作りました。とても美味しいんですね。でもあれは焼き白子ですね。なんか小麦粉につけて焼く感じ。そう、よく食べました。めちゃくちゃ美味しいんです。まあ普通にね、ロシアにあります。でも生白子を見たことないんですね。そう、日本で初めて見ました。面白かったんです。私にとってね、あの時まで焼いた白子しか食べたことないね、私にとって結構不思議な感じでした。で、次と最後はウツボです。そう、ウツボという魚ですね。はい初めて四国で食べてみました。あの時までウツボって食べていいということを知らなかったんですね。そう、水族館とかで見たことあるんですけど、でもあれは食べれるとなんか全然知らなかったんですね。でもそう、四国でなんか高知だったかな、覚えてないんですそこでウツボを食べてみて、なんかとても美味しかったんですよはい、皆さんウツボ食べたことありますか？はい、皆さんこんな感じです。まあそれ以外にもね、いろいろあると思いますけど、珍しい食べ物、私はまだ食べたことない食べ物ですね。そう、これからね日本に行っていろいろ食べたいと思います。でも今回は、まあ、私は食べた食べ物の中で、まあ、一番びっくりした、まあ、日本で初めて見てびっくりした食べ物を紹介しました皆さん動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。応援もお願いします。あとインスタとツイッターをやっているので、よかったらフォローしてくださいね。また会いましょう。パカパカ、いい一日になりますように。